このラインって球場によってもういい加減じゃないですか、はっきり言って、うん、ラインがないとこもあるからね。そうですね、うん、だからあの自分の感覚してこのベースもう1個分を置いて僕は立つんですけど、はいはいはい、ね、でそこその感覚を置いて立ったんですけど、うん、やっぱりメジャーはもうそれこそこの辺までストライク取られたんですよね、うん、もう最大ここまで、まあ、ストライク、ね、この辺も時にはね、まあ、まあ、稀だけど、でやっぱりこの辺の変化のボールが多いんで、どうしてもそれで今までこうやって引っ張ら、うん、引っ張って打つしか、うんうんうん、でそれでまあ同じ失敗を繰り返したわけなんですよね、うんうんうん、僕は基本的に立ち位置を変えるのが好きじゃないんで、うんうん、で、まあ、ずっと近づけとかもいろいろ言われながらも、うんうん、でそれは監督コーチ、コーチですね、コーチとか、うん、あとスタインブレーナーオーナーまでそうですか、オーナーに、オーナーに言われた人が、ね、もう一人近づけて立った方がいいんじゃないかって言われたんですけど、で結局最後にですね、結局やっぱ通りに、うんうん、ね、外のボール気になるんだったらちょっと近づいてみればどうだって言われて、うんうんうん、まあそれでまあよく足の半一気に近づいて半分ぐらい近づきましたから、10、4、5センチですよね、どのぐらいですかね、これでもバッターにとってはその十何センチ近づくってとんでもないことなんですよ。もう言ったらね、俺ここだけど、もうこんだけで違うんだよ。まあそうですね。もうこの動きだけで全然違うんですよ。これで。気持ち悪いですよね、動く。そうそう。もう全然違う。それがこれだけ動くってことは怖いよね。すっごい気持ち悪かったな、やっぱりね。まあでもオーナーに言われたから。そうだね。いやそれはでもすごいよね。そう。なんかそれでまあ高校生じゃないからね、まあでも確かにアウトコースは今までよりもボールになるケースは増えたんですよね、うんうんうん、同じような遠さを見送ってもボールになるケースが増えた、うんうん、でもさ体が覚えてるから振ったりしない、やっぱしますよ、そうでしょ、します、ボール球追いかけてるとか、今度そこの我慢は難しいでしょ、でも意外とだから今までも結局手出てなかったわけじゃないですか、ここのボールじゃあ我慢はできる、そうなんです、ね、振りに行く人を羨ましいとは思わないけど、うん、我慢できる人すごい羨ましい、我慢する方ですね、うん、するっていうか、うん、いやでもできる方かもしれない、逆、むしろ逆に困る時の方が多いですね、うん、ああまた見ちゃったみたいな、うん、そっちの方が多いかもしれないですね、うん、